はい、皆様こんばんは。おっさっけの塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯289杯目になります。スコッチのブレンデッドウイスキー、教師先生のようなクラシカルな銘柄の姉妹品ですね。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、スコッチ、銘柄ティーチャーズセレクト、原産地イギリス、スコットランド、製造者ウィリアムティーチャー&サンズ社、輸入者サントリースピリッツ、アルコール分 40% になります。金額は1185円で購入させていただきました。前回ね、アップさせていただいたティーチャーズハイランドクリームの姉妹的な存在ですね。2019年3月26日新発売、それがですねティーチャーズセレクトになります。ティーチャーズ先生のスコッチ、スコッチの教師として知られる、ハイランドクリームを作ったウィリアムティーチャーさん、ブレンデッドウイスキーならではの品質が安定した優れたウイスキーとの評判を読んでですね、そして厳格で誠実、正義感に富んだ彼の人格もあって、名字がいつの間にか尊称となって先生のスコッチとしてね、英国中で愛されるようになったというね、それがねこのティーチャーズの銘柄の生まれですよね。ウィリアムティーチャーはねお酒作ってたんですけど、喫煙者と大酒飲みが大嫌いで、彼の軽く一杯飲めるお店ドラムショップでは、禁煙、そしてお客さん同士がおごり合うラウンドも禁止というねことがね、前回もね報告させていただきましたよね。非常にね、厳格で、誠実正義感に富む、そのような存在、それがねウィリアムティーチャーが作ったティーチャーズハイランドクリームだったんですね。それでですね、今回このセレクトっていうのはですね、珍しいですよね。日本人の味覚に合わせてなんとサントリーのブレンダーが監修手掛けた、スモーキースコッチ、日本限定オンリーワンな存在ですね。スコッチをですねこのように日本の、ブレンダーがですね、手掛けたというね、あまり類を見ないものじゃないでしょうかね。ティーチャーズセレクトは穏やかで柔らかなスモーキーさが特徴になっておりますが、やはりですね、前回のハイランドクリーム同様、ソーダ割りがですね、結構いいんではないかというね前情報がありますね。で、前回もねティーチャーズいろいろ報告させていただいたんですけど、プラス付け加えることがありますね。それはですね、ティーチャーズのモルト原酒の供給、多くを供給しておるアードモア蒸留所ですね、東ハイランドにあるものですね。これはティーチャー、ウィリアムティーチャーさんの息子のね、次男ですね、アダムティーチャーさんの時にですね設立されたんですね、アードモア蒸留所。アードモア、ゲール語で大きな丘、アードっていうのはね、丘とか岬とかいう意味でね、モアっていうのは偉大なとか大きなとかいうね、そういうね語源ですね。ここはですね、面白いのはスモーキーでピーティーな風味があるっていうねハイランドなんですけどね、東ハイランド、だから結構珍しいね、ハイランドモルトになりますね。2002年まではですね石炭による直火炊き蒸留を実施していたりとかですね、あとはですねノッカンディーヒルの丘の仕込み水ですねを使って、現在ではねピーテッドとノンピーテッドの両方の麦芽を使用していると。
でさらにね、ファーストフィルのバーボンダルを主体にですね、原酒をね主に作られてるっていう熟成されてるっていうところなんですね。ちなみにね、蒸留所の守り神は和紙というね、そのアードモア蒸留所のモルト原酒を中心にブレンドされてるっていうのがね、このティーチャーズハイランドクリームおよびティーチャーズセレクトになるんですね。面白いなと思うのは、アードモアモルトをキーにですね、約30種類ぐらいのですね、ウイスキーを使用してるっていう原酒ですね、ブレンドしてるらしいんですけど、グレーンウイスキーの方ですねは原料がトウモロコシのもの2タイプ、そして小麦1タイプの3種類をブレンドしてるっていうね、これグレーンウイスキーもかなりこだわってるっていうのは大きいみたいですね。まあ、それがね、ティーチャーズのハイランドクリームの方の説明なんですけど、おそらくこのセレクトもですね、このハイランドクリームのね、そういう原酒とかをですね、踏襲してるのには違いないっていうふうに思いますよね。ということで、早速いただきましょう。ティーチャーズセレクト。うん、ハイランドクリームのラベルもいいですけど、こちらのセレクトもね、赤ひょって出ていいですよね。ピーテッドフレーバー with rich sweetness って書いてますね。ハイランドクリームの方は確かピートが強いよっていうマークです。あ、まあ、英語でしたね。ハイインピーテッドボルトって書いてますね。ですのでちょっとね、ラベルを見る限りは、スモーキーさが控えめで、より柔らかさが、甘さ、上品さがある、一層あるっていう、そういうね銘柄なのかな、味わいなのかなというふうに思いますね。オープンします。ストレート、ロック、ソーダ割り、いや今回も楽しみですね。ストレート、色見ていきましょう。そうですね、美しいゴールド、冴えのあるゴールド、輝きのあるゴールドですね。うん、まあどちらかというと淡いブルーに入るっていうね感じですね。香りを取りましょう。うん、やっぱりそうですね、モルト系ですね、麦芽、大麦麦芽、小麦のような、そういうね、モルトですね、麦の香り、麦ジュース、うん、そしてどことなく、なんて言ったらいいのかね、ミルクがゆのような感じと、ほのかなね、アルコール感が、しますね。で、ほのかの中にですね、濡れたアルコール感っていうんですかね、そういう印象もあるというね、第一インパクト、第一印象ですね。飲みます。うん、ああなるほどね、あのバランスいいですね。あの甘みもあるんですけど、いい意味のあの、落ち着いた苦み、そしてですね、ああなるほど、まったりとしたようなね、旨味も感じますね。甘み、苦み、旨味、なんかね、麦ジュースっていうよりはね、なんていうんだろう、麦のですね、濃縮されたような、そうやね、大地の、香り、大地の、甘露、木だったら樹液というようなイメージですね。大地の、恵みのような液体をいただいてる印象がありますね。しかしなかなかね、これもバランスいいですね。これね、スモーキーさはやはりね、控えめですね。そこはこの2つの違いですね。うん、いや、バランスいいわこれ。なんかね、前情報ではハイボールが一番美味しいよみたいなね感じがねありましたけど、これストレートええですね。なんていうのかな、あんまりいい意味主張しないですわ、私がみたいな感じじゃなくてね、ずっとちょっとね、僕とつとしておとなしい感じ。あ、そうか、だからティーチャーズかもしれませんね。ティーチャーズは厳格でね、非常にね、なんて言うんでしょうかね、誠実な方っていうね、あのことだったので、やはりそういう個性も出てるのかもしれませんよね。こういうウイスキーは私大好きですよね。このなんだろう、エピソードと主質がうまいことねリンクしてるっていうんですかね。
さあ、加水です。どんな感じでしょうかね。加水の香りを取りましょう。先ほどの、麦関係第一の香りプラスですね、あの草原を彷彿させるような、グラスですね、ブルーグラス、ハーブ、青草、そのようなですね香りがむわってきましたね。やはりね、第一ですわ、第一土地、第一、そんな感じしますよね。飲みます。ああ、なるほどな。バランスがもっとね、おしとやかになった、たおやかになった、優しくなった、マイルドになったって感じですね。しかしながら、ああ、そうか、喉の奥に続く余韻およびコクは存在感バッチリ。あの、うまみですよね。この残り感は、うまみをより一層彷彿させますね。非常に素晴らしいと思いますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5 回ロックとハイボールを飲んでいきましょう。1,8,9,10,5 回と。いやー、ティーチャーズは面白いね。改めてそう思いますわ。ロックいただいていきます。さあ、どんな感じやろね。そうですね、あの主張が強くなりましたね。コクのある主張、ドーンってきますね。スムースなんです。飲み口は非常にスムース、さらっと流れる、粘っこくないっていうんですかね。そんな感じでね、上品にベルベットのようになられる。そしてですね、コクがですね強い、豊か、ドーンとね存在感がある。このロックも非常に面白いですね。なんて言うんやろな、これはこれでね、前と同じなんですけどね、食事によく合います。そっか、日本人の味覚に合うって言ってたもんね、これね。食事に合うような酒質ですわ。なんていうのかな、和食に、喧嘩するんではなくて、ハーモニーですね。和食と手を取り合うような、そのような優しい、マイルド、コラボレーション性があるというような酒質。ロックにもそれが現れてますよね。いいね。ということで最後、ソーダ割りですね。失礼します。これぐらいにしようかな。いやー、ティーチャーズのハイランドクリームもええけど、セレクトもね、ウイスキーが召し上がったことがないようなビギナーの方には非常にうってつけかもしれませんね、これね。しかし、私みたいに飲んだくれもね、結構ね、これ好きな酒質ですわ、これね。何杯でもいけそう。飲み飽きない。さすが先生やね。さすがスコッチの教師。ソーダ割りいただきます。香りを取りましょう。そうですね。いい意味ね、ニュートラルというか、シンプルな感じしますね。ピートとか、なんだろう、スモーキーさとかですね、大麦のジュースみたいな、そういう香りはね、ちょっと抑えられてますね。しかしながら、なんていうんだろうね、これ、ちょっとね、あれですわ、いい意味、フレグランスですね、フレグランス。華やかな、香りがひょってきますね。それはですね、熟成果実、というよりバニラですね。バニラとかカラメルがですね、ちょっと上品に、化粧をしたような匂いって言ったらなんかイメージつきますかね。あ、なんかね、懐かしい香りがしますね。飲んできます。これはですね、いいですね。喉越しがいいですわ。なんていうんやろかね、どことなくね、ビール、ピルスナーを飲んだ後の喉越しと似てるところがありますね、これね。で、全体的にやはりね、ニュートラルでバランスいいですよね。すごい柔和な感じ、柔らかい感じ、
協調性があるような感じ、まあ私ね全然協調性ない人間なんですけど、それとは全く正反対なね、バランスのいい脂質ですよね。うまいなこれな。うん、全部うまかったね、ストレートも加水もロックも、そしてソーダ割りも、さすが先生やね。納得できたね、脂質でしたね。今夜はもうね素晴らしいウイスキーに出会うことができました。では今夜はティーチャーズセレクトで乾杯。